皆さんこんにちは、おきです。いつもありがとうございます。今日はですね、休日なんですけど、久しぶりにご挨拶を兼ねまして、近況をですね、ちょっとお伝えさせていただこうと思いまして、ビデオを撮っております。で、部屋も今日は開けっぴろげで、どなたもおられませんので、マスクなしで失礼します。ちょっと寝起きですいません。本当はね、なんか最近よくあるコロナに負けるな面白い動画みたいなのあるでしょ。あんな感じでなんかこう面白い動画を撮りたかったんですけど、ないかな、どうしようかなって考えてる間に、あっという間に日が過ぎてしまいました。なかなか思いつかないですよね、すいません。というわけで、今日も普通に真面目にちょっとご挨拶をさせていただきたいと思います。で、ですね、緊急事態宣言の後、うちはね、その緊急事態宣言1日前から自粛営業をしております。で、ゴールデンウィークはね、本当はもう丸ごとお休みしようかなと思ったんですよ。どっちにしろうちも本当に経営厳しいので。ところが、もうこの角まで40数年もう本当に地味に一歩一歩やってきました、私どもとしまして。その一件でもね、やっぱりご予約いただくと、お客様のご要望にお答えしたいっていうスタイルでやってきましたんで、振り返ってみると結局全部ゴールデンウィークもずっとやっておりました。はい。で、ネタ的にね、やっぱりちょっと今いろいろ揃えられないんですよ。なので、この赤貝とか甘エビとかね、あんきもとか、そういう感じのすごいお召し上がりで じっくりお召し上がりになる方向けのがないんですね。用意してないです。ちょっともう全部揃えるとうちも大変なので。なので、昨日とかでもご予約いっぺんいただいたんですけど、当日ご予約いただいたんですけど、そのやっぱりネタがないと思い直して、お客様のところに出向いて、実は高校で今出前用のネタメインにやってるので、いつもみたいないろんな食材ないんです、すいませんみたいな感じで、じゃあまた開けたら行くわっていう宣言、緊急事態宣言開けたら行くわなみたいなおっしゃってくださったんですね。本当にそういうお客様とのやり取りの中でずっとやってる小さい店なんです。はい。なので、おかげさまで世間でいう9割減とか8割減とか、うちはそこまでは落ち込んでないです。もちろんしんどいですけど、はい。で、やっぱりね、感謝申し上げたいのは、僕のスター・ウォーズ仲間ですね、まず。15年以上一緒に活動してるんですけど、なんかね、やっぱり、こういう時こそ支えな、言ってあげようみたいなのが、なんか、ひしひしと伝わるんですね。もう本当に、ほぼ毎日ではないですけど、本当に、ね、週に何回もスター・ウォーズ仲間の、お持ち帰りや出前、お店にも来てくださりますしね、顔を見てます。で、顔を見るたびにこっちも元気になりますし、頑張らなあかんなと思いますね。本当に、もう、持つべきものは友やなという感じです。スター・ウォーズの中の皆さん、ありがとうございます。あと、同級生とか、あと、バレー部仲間ですね。高校時代のクラブ仲間、後輩もそうですけど、来てくださって顔をね、拝見して、嬉しく思ってます。やっぱりね、こういう状況になると、我々、もともと調理場でこもりきりで仕事してるでしょ。なんで、こう、お客様の顔を見ると、やっぱり安心するんですよね。で、こういうご時世なんで、余計、こう、世間とのつながりを保ててるなと思うんですよ。そこがね、やっぱり、お客様とお会いできて嬉しいなっていうのは、ずっとありますね。で、あと、ホームページに、これまで以上に書き込んだり、あと、SNS もね、私、いろいろやってるんですけど、そういうのをご覧くださって初めてお越しくださった皆様とか、はい。で、何よりですね、やっぱりこの創業46年前からずっと長いことお世話になってる普段のね、本当に常連さんというか、普段いつもお世話になってる皆様もね、本当ね、変わらないペースっていうか、変わらない感じでお越しください。数は減ってるかもしれないですけど、変わらない感じで、何が変わるかというと、マスクをされてるかされないかの違いで、いつも通りもう元気にお越しくださるんです。もう本当にありがたいですね。
本当に感謝しております。ありがとうございます。でね、あの自粛営業で一番心配してたのは、我々まあ一応夜10時までなんです、普段は。でもまあお客様も飲んでおられたらやっぱり11時12時になるじゃないですか。でこれが自粛の時もこれ大丈夫かなと思ったんですけど、もう皆様ね本当に7時にお酒ストップ、8時に閉店、もう8時閉店前にみんな引いてくださるんですよね。あの置いてますわみたいな感じで、これ本当すごい、日本ってすごいなと思いました。もうね、我々からちょっとあのすいませんけどお一人願いますかって、なかなか言いにくい仕事なんですよこれ。でもお客様の方から気を使ってくださってるんですね。もう本当ありがたいことです。中にはねやっぱりね、あの全然ご存知なくて8時間際に来られて、じゃあ一杯みたいな感じでおっしゃるんですけど、いやあの7時でお酒終わりなんで、みたいな。ほんでじゃあもうちょっと食べて帰るわって、もう8時閉店なんでお持ち帰りお願いできますかって、はぁみたいな感じなんですけど、それでも対応してくださるんですね。もう本当にありがたい街に住ませていただいてるなと思います。はい、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。でやっぱりその開店営業する以上毎日感じてるのは、毎日ここの戦いなんですよ、気持ちの。そのお客様にはお越しいただきたいけど、お客様にも我々もリスクがあると。そこが一番やっぱりこのコロナの難しいところですよね。なので、まあ、うちはもちろん自粛前からあのテーブルも広げて時短営業もしてますし、あのカウンタービニール貼ったりしてますけど、それでももう相手が目に見えないぐらい小さいもんですから、もう油断できないですよね。実際僕の海外の友達、本当にね早くこと回復を願うばかりなんですけど、実際にかかってる人いてはるんですよ。でこの方は3週間ぐらい入退院繰り返されてて、まあ熱下がったと思ったらまた出たり、本当大変みたいですね。本当に、僕のロシアの友達は病院に働いてるんですけど、同僚の一番先輩の看護婦さんが亡くなられたって言って、ものすごい落ち込んであります。この方もちろん2週間隔離ですし、もうねやっぱ怖いですよこの病気。なので政府ごてごてに回ってる、経済何してるっていうのはもう本当そうなんですけど、でももうそんなこと言ってられないぐらい命の危険があるっていうのは本当これ一番怖いところだと思いますね。なのでまあギリギリ営業させてもらえてありがたい反面、やっぱり常にそこを忘れてはいけない部分だと思うんですよね。なので、消毒はうちもやっぱりできる限り徹底してます。このね動画見ていただいたら、あの通しで見ていただくと分かるんですけど、やっぱりうちも消毒液作って、表面必ずですね、テーブル椅子、あと、まあ、お客様使われたリモコンですね、でドアノブとか、まあ、入り口のね、あの塔前面とかカウンターもそうですし、一応もう一通り時間があればせっせせっせとあの消毒してます。で最近知ったのはこの消毒が、吐いた薄めで使うんですけど、これねこう一回こう吹いたところまた戻って拭くと、どうも付近についた菌をまた戻してしまう可能性があるらしいですね。なので一遍拭いたらもう次のとこ行って拭いて、また次移動して拭くっていう、こういう風にしないといけないらしいです。これ僕最近テレビで見て知ったんで、まあそれを実践してますんで、皆さんもねもしお家でそういうこと、消毒でテーブルとか拭かれてる方おられたら、あの一回拭いたらもう戻らないっていうところをされたらいいかなと思います。はい。でまあそういうことも続けながらお店やっております。でまあうちのお店も本当にやっぱり厳しいです。でもやっぱりこれで負けたくないなと思いますし、なんかね47年うちの母が、まあ父と母が47年やってきまして、まあ僕もここで20年ちょいさせていただいて、本当にねもういろんな方がお越しくださって、友人たちやお客様のためにも、僕のできる範囲ではとにかくやりたいなと思いますんで。あとこの自営業で何が怖いかっていうと、やっぱり
一遍お客様が忘れられると次がないっていうことなんですね。それはもう僕もね20年以上やって感じるんです。一遍減られた、一遍来られなくなったお客様ってもう来られないんですよ。だからお店の存在をこう旗を立てる意味でもね、このコロナの中でも完全閉店しないでできるだけのことをやりたいなっていうのはずっと思ってます。はい、まあ、とにかくねこの中を、乗り切ってですね、また元気に皆さんとお話できたりしたいなと思いますし、定期的にもね、まあ、こんな感じであれなんですけど動画もちょくちょくアップしていきたいなと思ってます。はい、なので皆さんもぜひですね、お体にお気をつけて、お過ごしくださいませ。はい、今日もありがとうございました。